椅子にかけている時の体勢は重心を支えるものが自分の足でないため最も反撃の困難な技でありますが、空手道によって鍛錬された手、足、体のよく調和された動作は見事に敵の攻撃を外しながら間髪を入れず急所に一撃を報いることができるのであります。歩いているとき、不意につかまれたり抱きつかれたり、または左右前後から数人の敵に襲われた場合、機に臨み変に応じ自分の体の動かしうるあらゆる部分を最も有効に使って危機を巧みに脱するのであります。相手がたとえピストルを持って威嚇してきた時でも、相手の距に乗じてこれを防ぐことも可能であります。相手がいろいろな武器を持って攻撃してきた場合も、体のさばきを中心に相手の力の流れる瞬間の強を狙い反撃することができます。敵に鋭い武器があるならば、空手の熟達者には常日頃肉と肉を打ち、骨と骨とを打ち合わせて鍛えに鍛えた鉄腕鉄脚があります。空手道は心身の鍛錬を目的とするもので、攻撃を目標とするものでは決してありません。だがひとたび不時の敵に襲われやむを得ない場合、相手の攻撃を待って初めて発動するもので、極めて紳士的な護身術であります。長い年月の鍛錬によって得た高度の技を有する熟達者でも、絶えず黙々として鍛えに鍛え、ひたすら心身の修練に勤しみ、立派な空手道を身につけるために努力し続けます。